我らを選ばれし闇の血となり、列島を締め、神戸を取り、忠誠を示すのだ。こんにちは。今回は星酔いの精霊を使った新しいビショップのデッキを、使っていきたいなと思います。失礼。星酔いの精霊っていうカードが、まあ、知らない人結構いると思うんですけど、まあ、私も初めて使うことになるんですが、ファンファーレ、自分の場のアミュレットの数と同じだけカードを引く。えぐいだろこれ。失礼。エッグトマトを超えた強さだと思うわ。まあ、その思ったの理由として、まあ、偶像デッキにちょっと採用しまして、最初アミュレット3枚ぐらい多分並んでることはもう必須であって、で4個捨てこの星用の精霊を出すことによってほぼ勝ちが確定する。なおかつスカルフェインとか邪教の喧嘩とかを使って やりつつ封じられた四天使やっていくと。だからもう永遠にアミュレットをこう出していって、ドローも引けるし、セラフもあるし、偶像もバンバン飛んでくるし、こう抜け目ない強さを発揮するんじゃないかなと、思います。まあ、ちょっとやってみるか。やっぱり邪教の喧嘩の能力によって、まあ偶像を入れる意味っていうのが あまりないんですが、まあ偶像には偶像の良さがある。中盤偶像で耐えて、で終盤邪教の喧嘩に耐えてもらう、まあそういう2パターンの方向性でいきたいなと。勝ちました。特にロイヤル相手とか先行ったら勝ちじゃない。勝ちました。これもせあのなんとかのあのあれ精霊のなんとかあれ来た、勝ちは偶像来ました。もうこれマリガンこれで OK だと思うわ。でロイヤルって結構横に広げてくるから、一番左の精霊のなんとかは、まあ、最後の方に出していっていいのかなと思います。逆に1個数出してくれたらありがたいんやけどな。まあここ天クラを清流で。失礼。まあ、ちょっと風を引きまして、まだ風が治らないんですが、さあ2個数は、いやーじゃあなー、小賢しいな。もうどんどんアミュレット並べていきます。でも5個数の段階で偶像進化使っていって、アミュレットを全部割って、ドローソースのカードをバンバン引いていきながら戦っていくと。さあどうくるこれ。ちょっと相手はいつもと違うデッキやなっていうのは分かってると思うんですが、その程度か。ああ、しかもハリズネズミの効果発動しないしな。であれば失礼。まあ神魔裁判所かな。ここは神魔裁判所で、まあ、どっちでもいいと思う。左の方がまあありがたいけど。小高しいだ。で次のターン偶像進化によって、アミュレットすべて割ってドローソースも引きつつ、死後展開からの全体に1点、ダメージあった。パレスフェンサー来るよ、バッキー。本気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 。こっち死後置くだけでもだいぶ強いからな。封じられた四天使、もう邪教の強心の偶像、もう邪教のこう、小賢しいだ。これ右当たってくれたら嬉しいな。ターン終了するだけで、全てのアミュレットを破壊しつつ、盤面展開全体ダメージ1点当たり、守護を展開しつつ、相手のフォロワーをバッコリ取っていく。本気本気本気。さあこれどうくる。トランプナイトの召集来ても全然怖くないしな。もうこの時点で勝ちが確定するわ。マスターくの1エッグトマトの汁か。ただそれで、進化で盤面取っていくの。いいじゃない。次のターンバロン2体跳ねるから、てか今のさ、ワンダーロンドドリューズとか、精神の伝説から始めた人、バロンっていうフォロワー知っとる。バロンっていうフォロワー知ってる人おらんのじゃない。
ロッコスと54の守護で能力で戦隊機内というか、優れものなんですが、まあ、盤面取りつつ、すべての守護を張っていくか。でもなんか今、ベオルフとかいうカードいるじゃないですか。あいつのせいでさ、また強心のグーズがネタカードになってしまったよ。体力5点以上のフォロー破壊されてしまうから。これはちょっときついんじゃない、ロイヤル。さすがのロイヤルでも。ちょっともう、対応が難しいっていうか。いや、強えな、これ。なんか星空の純真の歌い手なんか最初カード紹介したやつの名前忘れたけど、あいついなくてもドローソースは全然、申し分ないのかなと思います。さあ、ロッコスは、もうアグロロイヤルでこの死後を突破しようと思ったらもう、トランプ、逆らう者には死あるのみ。忍者エッグトマトを展開していくと。なるほどなるほど。ただ邪教の剣が来てもしゃあないな。ここはあの必殺ホラーどうにかしないで守護すら突破されてしまうから、裁判所大きいな。あー、もう一か八かの賭けに出るか。攻撃しつつ攻撃しつつ裁判所がこう必殺に当たってくれると願うことによってばっこり忍者エッグに当たっていくか。ね、もちろん必殺は取らないと負けてしまうので、必殺取るからの星空の天球儀。やっぱ星の世界をこう楽しんでいく環境やから、これ相手のフォローを全て破壊しつつ、全てじゃない、一体破壊しつつ、えぐいえぐいんだけど、ワンチャンセラフ置いて勝てるみたいなのあるかな。これ圧倒的なバロンとかの守護でトランプナイティングからの、カザカシーだカザカシーだあー、まあ盤面取るからの、そやな、難しいなこれ。ぶっちゃけフォーリーファルコンいらんわ。ぶっちゃけフォーリーファルコンいらんわ。もう消えてもらって。で、3月ウサギのお茶会打つか。で、進化剣を、必殺に打って、で、ブリキの兵隊を次のターン2体展開させるという荒技に出るか。いや、今の、どうやろう、必殺邪魔だな。ブリキの兵隊、ちょっと邪魔だな。いらないかもしれない。まあ適当なプレイングでも勝てるわこのデッキやと。あもうクイックブレーダーなんてもう星のようやわ。星くずのようやわ。ほらじだこ小高しいやいスカルフェイ。まあまあ、死後1枚しか置けないけど、まあしゃあないな。で、盤面を4の方で2体取って、で、アルベールが来たら、どちらにせよ負けか。どちらにせよ負けなんで、これ顔狙っていくか。で、これ次のターンリーサルで。邪教を捨てよ。サッピー。サッピー。まあそう簡単にな、失踪アルベールしか回答策ないから、まあ、あーまあそうなるよな。まあそんな40分の1でなアルベール来てもらっても困るしな。いやーいい勝利やと思うわ。まあ先行取ったっていうのがまあだいぶ強いけど、まあ最初に紹介した あの星なんとかので星酔いの精霊、君の名前はもう一生忘れないよ。君の名は、君の名は何だったんだ。君の名は拓也、拓也と三葉、四葉。スペードレーダーの知るか。さあ2戦目の対戦相手は結構強いな。
またロイヤルか。やっぱりロイヤルが今多いよな。あ、一番なんか一瞬で終わって、あーあー、じゃあ今日かであればちょっと残していくか、またこれおんぎできれば1コスドローソースのカードが来てくれるとありがたいかな。聖なる願いとか来てくれると、ああもう1枚いらないわ。アミレットが一番5コス以下で欲しいのに一番いらないカードが来たぞ一番頼りもない。あーもうやばい。あああれ、あー静止士のなんとか置くの忘れた。あーもうこうなるのか。結局なこういう風になるのがもう見えてるからもういいわそんな置き忘れたかどうでもいいわノーイストルーピング、まあほぼ負けかな。アミレットがやっぱ置けないと話にならないっていうか。ああ企業はそこまでじゃん失礼、もうほぼ負けかなこの時点でああ貴様の弱点ビシッと見えたぞ。ひどすぎ。あ、アミレットたくさん入れてんのに、星用の精霊が来ないのもちょっとひどいけど、マリガンひどすぎだろ、これ。偶像邪教、封じられた視点紙2枚って。4枚とも最初に全く使えないカードじゃないか。意図的か？あちょっと申し訳ない。ちょっと風邪をひいてまして。あれ、スペードレイジャーさっき出てきたぞ。2分か3分前に出てきたぞ。あー。ゆうちゃんな。あー、さあ3戦目は、小坂市だ。小坂市だ。だから、OT ゲルフとかに対しては全然いけるんですが、まあこれもこんな感じで。で、なんなんこれ。頭おかしいだろ。なんでマリガンで戻したカードが戻ってくるんだ。しかもさっきと同じような手札なんだけど。あ、星用の精霊来た。あ、こいつ一番使えるカードやと思ってるな今の環境。特に4コス33の時点強いな。で進化で55やからフェアリーサークルってこういうことは OT ケルフで可能ある可能性が非常に高いと。まあ、こっちは重機の見声をバチコリ打って3コス以下のアミレットが来てくれると2枚ドローすることできるから、星用の精霊で、まあ、それが大きいよな。バーバーおえ、まさかの冥府小坂市だ小坂市だこ小坂氏星夜の精霊じゃ活かしてもらうわ。もっと夜空の魂を見せてちょうだい。うわーいいな。いやアミレットをこうしっかり序盤にこう手を加えられるからこれは悪くない動きやわ。で次偶像出すよりもなんかぶっちゃけ3月うさぎの展開使ってもこの展開の階段うまく使ってくる感じか。なるほどなるほど。まあ重機割れてあまり偶像出す意味もないので、いや偶像行くここバチコリバチコリまあ出す意味ほとんどないよな。まあこう普通に相打ち取って重機プラス精霊の守護者置いてターン種類はで次のターンからもう偶像置いていくみたいな感じでちょっとアミレットを最初に並べときながら偶像を出していく。まあ偶像に頼る必要もないかな。エルフ相手には偶像出すまでもないというか。森の嘆きが聞こえます。ああ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 あ、悠長すぎるんだけど。なるほど。で攻撃してターン終了かな。まあエルフは多分並べないかな。でも展開の階段とのシナジーがいいからワンチャンフェアリーを並べてくるか。何して遊ぶの。なるほどなるほど。
あーまあ3枚ドローしながら偶像のプレミアプラス裁判所か。じゃあ今日述べよ。ただここをちょっと3月ウサギで行かしてもらおうかな。あー偶像出すまでもないというか、てか森の嘆きが聞こえます。あいつ破壊してんのは多分負けだわ。ああで冥府に関してはもう来たらしゃあないっていう勢いで行かないと、てか新たな運命さえ来なければそんな恐れることはないし、あまあ冥府なんて悠長すぎるから、セラフがあるからこっちには。さあどう来る。別にこっちはアミュレットを展開して殴失礼、アミュレットを展開して殴っていくっていうパターンもあるし、あもう一つ封じられた戦士を使って勝っていくっていうパターンがあるから。何して遊ぶの？ねえねえ何して遊ぶの？こだがしいな。何して遊ぶの？こだがしいな。しかも次のターン相手フォロワーだけ手札に加えていくから、新たな運命がワンチャン消えていく可能性があるんだよな。こだがしいな。でここでちょっと偶像化してもらうわ。じゃあ今日を捨てよ。 3B 3B。 でまあそうやな、この盤面取っていくか。盤面も取っていってしまうか。もう5点顔に与える必要性が全く持ってないんで、顔に殴っていって勝てるようなデッキじゃないから。で偶像に進化、プレミアの偶像進化で邪教を捨てよ。あああれ今待って、あれ一番強いカード今消えていったような見えて、えプレミあれちょっと待って、1点ダメージだけはちょっと食らっていたけど1点ダメージの仕事だけして帰っていったぞ。逃しはセンサー、なるほど。神樹様の導きのもとに、まあ盤面取っていく。あれリノセウス消えていったぞ。終わりこれで。ああ全てがこの一手で終わる。あ攻撃する、盤面取るだけで終わりやから、顔狙うのは鼻からないから。あとは新規の守護者とか、まあ、確定除去のカードとかを使っていって、これ次のターン、ターン終了時に勝つんちゃう偶像で。ターン終了時に、アミュレットすべて破壊するんですが、それ勝ちやん。勝った。まあまあまあ絶対負けないからな。4点で、まあ自然の導きだって、リノセウス一体やられてるから、しかもピコ太郎とか入れてない段階でさ、リノセウスがもう1枚来るなんて絶対ありえないんで。6、7、8、あれ10、おハンギえ、別にピコ太郎とか出してないんやけど相手。あれ なんでリノスタイルさん3枚も持ってるの。完全に相手に引きが良かっただけじゃん。今の負けと言わないだろう普通に考えて。あー今のは悔しいな。邪教の剣か。なんかビショップでこういうなんか特殊なさイラストのカード多いよな。なんかこういうなんかイレギュラーというかカオスなさ、あまさかのアメリカ人っていう。そろそろ殺しちゃう。
さらさら踏み潰しちゃうかな。ダイモン全部入れ替えて、まあロイヤル相手なんで星追いの精霊がなんか輝きそうやな。あと天狗らの精霊とか、とりあえず偶像が必要かな。で邪教の剣か7コスなんでアグロロイヤルは絶対刺さらないから、アンギー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 、なんか負けのフラグが見えてんねんけど。確かにドローソースを引いていくのは強い動きではあるけど、でも新規の守護者来てるのはまあ悪くない動きやな。しっかり2コースとかでこう蓄えていって、まあ天狗ら清流とか打っていけばいいから、まあワーンオッケーオッケー。とりあえず最初序盤はもうアミュレットを置けるだけ置いて、新規の守護者とか並べて、で星夜の精霊でドローソースを狙っていく。そうすればまだワンチャンあると思うんだよな。小賢しいなぁ。ただこれさでも精霊の新規守護者がこれ一発で出せる剣について、これどうする、これ、あー手段が、みんな消えていくやん。やっぱ強いな、ペルセウス展開。スカルフェイ。もっと夜空に輝かないと。えぐいなこのデッキ。エッグトマト超えたわ、エッグトマト。しかもこの美人さ、幼女が好き。あ、レビオンセイバールベールで進化を使って、まさかの顔に来るのかこれ。雷神教と呼ばれるごとに見せてやる。なるほどな。まあ7点あるし、まあドローしながら、3月ウサギか。ただ、守護が欲しいよな、ここは。ぶっちゃけ守護が欲しい。であれば、ちょっともったいないかもしれないけど、次のターン、でも、7点、スカルフェインまで耐えれる自信がないんだよな。ちょっと星追いの精霊もう一枚出すわ。あなたと夜空へ行きたいんだ。で、トラさん進化するか。トラさん進化使って、バチコリ進化使っていこう。で、盤面取って、星夜の精霊で、プリンセスワンガード取って、聖なるだ。ああ、オッケーオッケーオッケー。なんとか輝いてるぞ、この、星酔いの精霊とかいうカードが。でも次のターンドロー、いやもうドローソースに困ることが全くないな、こう来るな、こうなってくると。楽に死ねると思うなよ。しかも相手次失踪引いたら勝ちっていうな。なんとかして死後を来たかったが、それも叶わる夢なんで、聖なる願いからの。まあ、ただ星夜の精霊を討ち取って、次スカルフェイン使いたいから、死後確実に置いて、で、ターン終了するから攻撃して、で、フォロワーを置く意味があまりないので、次のターンスカルフェイン並べていくか。まあ負けることはないと思うわ。失踪来る確率なんて3割、良くて4割。来るわけがない。来たらもうそう思わない。初心者ゲームになるわ。であれば、スカルフェインをバチコリ出していくぞ。あれ、スカルフェインの演出変わった？すごいなんかかっこよくなったよな。死後しっかり張りつつ、攻撃し、降伏します。スカルフェインに負けていくスタイルか。どんな思いするやろな、ネタデッキに負けていくスタイル。にゃにゃえぐい強さなんだけど。
まあ最後の一戦にしていこうかな。特にやっぱロイヤル相手は、あの、地域の守護者っていうカードで、まあこの5体並んできたら、一気に守護こう、0コスで、じゃあ2コスで4号の守護を出せるから、まあそういった点で結構強いのかなと、思いました。やっぱり星酔いの精霊っていうカード、結構刺さる。4コス33っていうスタッツの高さを生かして、盤面も取れるし、エロ。エロ。さあ、次の対戦相手は、勝ちました。超越ビッチじゃないことを祈っていきたいな。もう偶像でも何でも超越ビッチは破壊されてしまうから、もうどうしようもなくなってしまうからな。こんな感じで。ネタ枠2枚に挟まれる聖なる願いという女の子の立場はどうなる？しかも先行ハゲとか一番いらないってさっき言ったところなんだけど。本気本気本気。ああ、ただ2コス重機置けたのは結構大きいような気がするな。結局5ターン目に割れるんで、まあ、ドワーフアルキミスティングが来ると。なるほどなるほど。サンコスがもう勝ちやな、ここは。闇魔術に負けたりはせんよ。私を見ていなさい、光を見よ。まあ一応悪行おじさんは取っとく感じするか。もうこんな感じで行かしてもらうわ。バンバン行かしてもらうよ、バンバン。今の関係にこんなに堂々とした偶像のデッキをランクマッチで使うやつおるか。あー、ランクマッチで使うモサおるかな。あー、でここなんですが、偶像をバチコリ出していくぞ。虚偽キマン空ごとを飲めよ。いや、偶像結構ネタネタ言われるけど、個人的に強いカードと思ってて、まあそれストーリーモードやってる方、結構感じてる方多いかなと思うんですが、結構偶像って強いよな。アミレットをこう次のターンに確定で出せたりするっていうのは、まあ序盤は弱いけど終盤、まあ中盤弱いか、序盤と終盤弱いけど中盤、一番この中盤核となる部分が、勝敗を分けるこの核となる試合の部分が、一番コアの部分が、あー、もう相手もピンチって状態やな。しかもルーンの貫きも打てないからな。勝ち確定じゃん。重機置く。待て、重機でも次のターン割れるのか。まあ重機置いて、悪行はそこまでじゃん。で、ここでまあ攻撃して、で、これ次のターンリーサル狙っていくわ。多分勝ち。体力の剥離を進化、殴っていくと、次のターン若い子のレビー来てもこっち勝ちになるんで、8年入るから、絶対入るから。俺の、あ、そうか、進化で打ち取れる。あー、なるほどなるほど、面白いじゃないか。結構体力の剥離って優秀やな。そう思うと、あいつ何コスなんやろ。こいつ、あ、6コス66なんだ。なかなか面白いカードな。攻撃して、あー、まあ、ここ、こういう感じ置いていくか。勝ちやな。あー、ほぼ勝ち。邪気を捨てよ。まあ3コス、3点ダメージ与えても、まあ輪ゴムのゴーレムプラス3コスになるから、まあ無理か。8コスあればまだワンチャンあったけど。
私の負けね。いや意外にグランドマスター隊マスター隊に刺さってて嬉しいなと、久しぶりなんか偶像のデッキ使ったんですが、まあ、結構星追いの精霊っていうカードが優秀なこともあり、まあ、今のランクマッチでもまあ刺さっているっていう印象を受けました。